300年もの歴史を誇る台北市関渡宮は、台湾北部の発展を見守り、信仰の拠り所として存在してきました。同時に、民間芸術の宝庫といえる重要な戸籍でもあります。また、公益団体として社会活動に勤しみ、長年各政府機関から表彰を受けています。関渡宮では例年、決まった慈善活動を行っています。低収入世帯の学生に対して奨学金を支給したり、近隣の小中学校に通う低収入世帯の学生に関しては、学校での雑費を全額支援したり、旧正月前に冬季慰問金を周辺隔離の低収入世帯に配布したりしています。旧正月期間には、復食と呼ばれる食事や、法会の昼食を用意するなど、無料の飲食を提供することもあります。関渡宮が社会に貢献し、慈善活動を続けていくためには、皆様の支持を必要としています。華厳経の普賢光願品では、仏がこの世にとどまり、衆生に喜びをもたらすことを願い、霊山や供養などのあらゆる功徳、仏がこの世で法輪を回す功徳に触れています。私たちも、皆様の善なる心から発するお布施をいただいています。サービスカウンターもしくはサイトで受け付けていますので、関渡宮の慈善活動にぜひお力添えください。